はい、豊田翼です。本日の話はですね、サボらない人が最強、前提に帰りましょうという話をさせていただきます。まず余談なんですが、僕の話なんですけど、YouTube ですね、最低限、週に投稿、そしてできれば毎日投稿という風な、方針でいつもやっております。でもちろんサボりたくなる時とかあるんですよ。今日も実はサボろうと思ったんですけど、こうして動画を撮りました。編集なしなんで、ほぼサボってるのと一緒なんですけど、でもアップしないよりアップした方がいいかなと思って、自分の考えを発信するとか、死んだ時に後悔したくないっていう、目的で始めた YouTube ですので、とりあえずちょっとあげようかなっていうことで今回撮りました。はい、早速、こういったそのサボりたい時の話を今回させていただこうかなと思います。まず一つ目、やる気が出ない時なんですけど、僕がやってることがですね、とりあえずベッドから出ると、でそして顔を洗って、ドラマを見てます。もうとりあえず体をこのオンにして起動するまでの時間を稼ぐためにドラマを見るって感じですね。とにかく大事なのはまずゼロにしないってことが大事です。ベッドにでもずっとゼロで稼働してないんで、必ず1を作るっていうのを大事にしてます。で、はい、2つ目がですね、でそれに付随して、何か一つやればですね、自信が持てると思うんですよ。とにかくもう価値を作るっていう、もうゼロにしないっていうのを大事にします。で続ければ誰かが見てくれるんで、それを信じてもうとりあえず価値を高め続けるっていうのが大事かなと思います。自分信じて頑張りましょうっていう話ですね。で何か一つ突き抜けた部分が必要になるかなと思います。はい、最後3つ目なんですけど、もうとにかく最初の1を作ることをお勧めします。僕も今 SNS やってて、もう Twitter と YouTube をフロント商品にして頑張ろうっていうふうに頑張ってるんですけど、もう全然ね、もう先が見えないんですよ。ただなんか他の分野にしても別になんか頑張ろうって思えないし、それだったらなんか自分が頑張れるところで頑張った方がいいかなと思って、YouTube 頑張ってます。なんか皆さんも頑張ってることたくさんあると思うんで、本当に応援してます。はい、僕も頑張ります。はい、本当に勝てる部分で勝負し続ければいいかなと思います。もう逃げて行き着いた先で、もう自分のなんか戦えるフィールドとか自分のことを、称賛してくれる人がいると思うんで、そういった人たちにちょっとね、甘えながら、はい、頑張っていただければと思います。はい、で本日の結論ですね、もう一回なんですけど、もうサボらないが最強ですと、原点に帰って頑張りましょうっていう話でした。はい、